こんばんは。え、今日でも8月最後じゃない？このリップがめちゃくちゃ良くて、そう、なんか塗り直しても塗り直してもめっちゃいい。買って正解。本日で僕9月じゃなくて8月が終わりでーす。おつでーすお疲れ様でーすって感じなんですけど、早かったですね。8月も、8月の振り返りなんてしていきますか。大津でーすって感じなんですけど、本当に陽ちゃんだってなーに。しかも今日は田中きゅうりちゃんのお誕生日なんですけど、もう一人きゅうりちゃんのお誕生日でもあって、きゅうりおめでとうきゅうりハッピーバースデー。田中きゅうりちゃんのお誕生日でして、そう、きりみちゃんとお誕生日一緒なの、いいなぁとか思ったんですけど、そう、今日はね、きりみちゃんとね、きゅうりのお誕生日なんです。いいなぁ、8月は週1でりのちゃんと会えて嬉しかったです。だって、嬉しかったね。そんなにいっぱいあってたか。聞いてください、妹にピンセットを奪われてて、そう、持って帰られてしまったので今日買いました、100均によって。もう妹が泥棒しました。取られたんだけど、私のピンセット。うん、この新品、しかも2個買っちゃった。私すぐなくしちゃうからさ、ちょっとやりやすいかどうか。この前やっとやっとさ、ゲットしたのにさ、もうそれは大変だ、大変でしょ、それは大変な事件なんです。そうで、今日はなんとお仕事をしてきて、 その帰りにゆえるちゃんと一緒に、もともとねこの日にご飯に行こうって約束してたので、そう、撮影終わって、そう、ご飯をしてきました。で、ご飯をしてきて、その後ちょお腹が空いた、お腹がいっぱいなのに、でもやっぱりなんか甘いものが食べたいねって話になって、そうで甘いものを食べに行きました。美味しかった、パクパク食べちゃった。
りちゃん最近早く寝るの？そうなの？ご飯を食べてカフェに行って、もう大満足な一日です。そういう時どうやってお店を決めるんですか？だって今日はね、ゆえるちゃんがね、今日は何食べたいって私が聞いた時に、何食べたいかねって話になって、お米系が食べたいって言ったから、私もじゃあお米系食べたいと思ったから、あ、じゃあお米系にしようって言って、私がお店決めました。お店を決めて、ここどうって言ったお店が、お、いいねってなったので、そこに決定。そこに決定しました。こんばんは。だってこんばんは。二人ともふっかるですか？だってふっかる、私たちそんなふっかるじゃないので、そう、あらかじめちょっとご飯行こうっていうお手を立てて決めることが多いかな。なんか、あ、じゃあこの日に遊ぼうって決めて、で、そう決めつつ、それでなんか行くか、なんかこの日はご飯食べ行こうねで決めといて、まあ、今日みたいな感じ決めといて、それから会った時にお店決めるパターンもあるし、このお店行きたいって言って合わせる。でもね、なんか何々が食べたいって決めてから行くことが多いかも。で、それもこの前しゃぶしゃぶ食べ行ったりとか、だから何食べたいって決めることが多いかな、結構。エルちゃんと、うん、これ食べたい決めることが多いかもしれない。でもなんかいつも食べるものが一緒な気がする。だからね、なんかその日に遊ぼうとかってあんまないかも。あらかじめ予約し、予約というか遊ぼうって決めてすることが多いかな。美味しかった。だから私お腹空いてなくて、今お腹空いてない、そんなに。みんなお腹空いてる？みおちゃん、美味しいお店たくさん知ってて福岡遠征の時に参考になりますって。本当？私結構お店調べるの好きなんですよね。と、私自体が福岡にまだそんなに詳しくないから、いろんな人におすすめのお店を教わって、で、美味しかったお店をみんなにも紹介したいって思っちゃう。そう、なんかね、いいと思ったもの紹介したくなっちゃうんだよね。今ご飯食べ終わりましたので、まあでもそのくらいの時間だよね。今私もお風呂入る、ショールーム終わったら。
夜も終わったらお風呂入って何しよう何しようって感じだけど、今日さ朝さ本当にメイクする時間がなくてさ、お家を出る1時間半前に起きたんですよ今日は。そしたらさもう本当に時間がなくて、私もう遅刻するかと思ったくらい相当時間がなくて大変でした。だから今追加でメイク中だからまつげとかもさ適当に終わらせちゃったらさ汚くて。明日公園にお入りますだって。やったねー楽しみーのちゃうちゃう。明日公園来る方もう目撃者の通常公演今月発表されてる分ラストですよ。スタバのお芋見ましただって。えお芋って明日からじゃないの。公園行きますだって。よろしくね。そう明日も公園で2日も公園。そう明日も2日も公園です。明日の目撃者さてのプレゼントで伺いますだって。えー、もりのちゃん尽くしの日やん。2日連続そう明日からね2日連続公演です。見ていい感じにまつげが上がりました。キュルリンキュルリン。こんな時間なの早くない？8時半。スタバのお芋飲みたいな。ジムの福岡出身のトレーナーさんに美味しい氷屋教えてあげてたらその彼女が90分で食べました。ひえ90分も並んだの？すごっ。1212日ありがとうございます。
明日何の髪型しよっかな。みんなの髪型が見たいですか。私の候補的に言ったらハーフツインするか、おだみあのあれにするか、ハーフツインにするか、ハーフツインにするか、前髪上げるかの二択かな。どっちがいいと思う？わ、オーガスタの時のポニーテールだって。オーガスタの時のポニーテールね、あれ可愛かったよね。ねえ、私もあれ可愛かったと思う。ポニーテールもいいね。結構ポニーテールまだしがち？ちょっとだけ暑いからさ、ポニーテールしちゃうんだけどね。しがちかな。前髪上げも強いなぁ。強い迷いどころですね。2日間公演があるから、どっちかがどっちかにしようかな。どっちかがあれで、どっちかがにしようかな。でもね、本当に髪の毛はね、今メイクさんの前に立ったらね、変わっちゃうのよ。あ、あ、やっぱこっちにしようかなってなっちゃうからさ、本当に気分になっちゃうけど、ハーフツインを最近してなくて、そう、ハーフツインをしてなかったら、なんでファンの子にハーフツインをしてくださいってめちゃくちゃ言われるんですよ。そう、ファンさんにって言われると、あ、そうだ、みんなのためにハーフツインしなきゃって思うから、ハーフツインしなきゃよね。みんな大好き、ハーフツイン。しなきゃよね。あらって、あらあらなんですよ、本当に。あらあら、
30分で終わりにしようかな。短い？8月のキャレンダー、胸が騒ぐ、やがてまだ終わらないでよ、月をまだ伝えてないのに、ようやく答えになってた。遥かなる始まりよ。私今日キリミちゃんと写真撮りたいんだった。そのさ、キリミちゃんが今日お誕生日だからさ、お誕生日インスタを上げたくてさ、上げたいんだけどさ、セルフタイマーで撮んないといけないから撮れないんだよね。そう、キリミちゃんがね、私ファンの方がキリミちゃんのグッズを本当にいっぱいくれて、そうでもね、撮らないといけないけど、お風呂ちょっともうメイクがもうぐちゃぐちゃすぎるから、ほな、撮れるかな。なんかね、うまく大きくてさ、もはやさ、すっぴんで撮ってさ、お風呂上がってすっぴんで撮って寝巻きとかで「ひりみちゃんおめでとう」かいのが可愛いのかな。でもインスタにすっぴんあげるのは怖いなと思っちゃう。どうしようかな。なんかこの前ね、実はハーモニーランドに行って、そうハーモニーランドが知ってます？ハーモニーランド、大分県にこの前遊び行ったんですけど、その時にさ、キリミちゃんがいるかなと思ったら全然いなくて、もう本当にもうね、キリミちゃんのグッズもなくて、そうで悲しかったんだけど、まあ、でもすごくハーモニーランド楽しくて、楽しくて、キャー、全然いなかった。今夜は満月ですだって。え、見たい。昨日ニュース見てたら満月ですって言ってるの聞いたかも。でも昨日曇ってたらしくない？大丈夫ですか？大丈夫です。あのクッションが落ちてきたのでびっくりしちゃっただけ。よいしょ。好きは。よし、そろそろ終わりにしようかな。なるちゃん、きゅうちゃんもジュースありがとう。ニコラスもかわいいありがとう。やすさんも、のぶりんも、のぶりんいっぱいありがとう。ともきも、
めっちゃ可愛いだって。さらん、なるちゃんありがとう。たまさんもぽんたろも、え、たまやすごいっぱいありがとう。明日は楽しみだね。とめひくんありがとうございます。たまや、やっさんもたまや、え、すごいバトン。しらべフライもたまや、てっちゃんもたまや、ゆうきひろやまさんありがとう、がおもありがとう、みんなありがとうございます。ではではランキング見ましょうかね。13位が母、12位がミンパディ、11位がボーダー、10位がナツさん、9位がガオ、8位がニコラス、7位がトマさん、6位がトモキくん、5位がノブリン、4位がギューちゃん、3位がヤーさん、2位がハセボのテッちゃん、1位がポンタロでした。たまや花火いっぱいありがとう、ありがとうございました。今日はポンタロでした。なんとポンタロはあの公園に明日来てくれるということで楽しみにしてます。ありがとう。そう、そんな感じで本当に8月は、8月の振り返りをするとカラーズがまずあって、サマステもあって、シャフクもあり、毎月ね、KBC ラジオの聞かないとに出演させていただいたりとか、あと公演もいっぱいありましたし、 KBC オーガスタも出ましたし、あと24時間テレビのチャリティーサポーターにもなったりとか、そうすごくいっぱいいっぱいあったんじゃないかなって、そうみんなで嬉しい報告もできた月だったんじゃないかなって、今振り返っただけでも結構いっぱいあったので、今月もたくさんありがとうございました。そうなのです。なのでね、来月は皆さんにはまたいっぱい会える時間が作れるように、今月結構多かったので、その関東の方にも福岡の方にも会えるたりとか、テレビで皆さんがね、テレビで応援してくれたりとか、そうラジオ聞いてくれたりとか、そういう時間が今月は多くね、みんなにできたかなと思ったのが、個人的にもみんなも嬉しいって言ってくれたので、そうなのだから、私も嬉しかったので、もう本当に2023年もあと3ヶ月くらいしかないんですよ。4ヶ月かな、9、10、11、12あったんですけど、もう本当に秋に向かっていくということで、楽しい秋を一緒に過ごしましょう。コンサートもあり、私コンサートはね、どんなコンサートになるのかわからないんですけど、コンサートもあるし、でも今月とまだ10月だからちょっと先なんですけど、私もまだまだ今年が終わるまでにいっぱいお知らせをできるように、秋も冬も頑張りたいと思いますっていう8月でした。そう、そんな感じ、そう、そんな感じでした。そう、8月はなんかみんなに嬉しい報告できたので頑張ろうって思えた月でした。24時間テレビが楽しかったかな。はい、みのちゃんに会いに行けて楽しかったです、だって。9月もよろしくね、だって。多分ね、いつか時間が過ぎたらぐんと気温が下がると思うんですよ。だから本当に風邪をひかずに、気をつけて私のこと大好きでいてください。終わり終わり。美味しい秋はさ、美味しいものいっぱいあるじゃん。本当お芋もさつまいももなんか栗とか美味しい食べ物いっぱい出てこない？なんか美味しいよね、食べ物が。なんか美味しいものいっぱい食べて頑張ろうぜって感じです。暑い夏でした、だって。はい、なので9月は目撃者公演いっぱいないけど、
ぜひ劇場にもね遊びに来てください。来てね、今年になるまで来てねって感じ。はい、だって、はい。ありがとうございました。ではお風呂に入ってきます。またねー、みんなバイバイキン。8月もありがとうございました。明日は公演夜です。ありがとう、バイバイ。